種から多肉ミソップです。今日はヒートテックにするんじゃなかった。そんな日が増えてきたらもう春はすぐそこですね。毎日の多肉チェックで、あれ昨日水をあげたのにもうほとんど乾いている、そう思ったら確実に成長期に入っています。季節の変わり目は冬の水やりと春の水やり、天気によって変えないといけません。なので今回は春の水やりをやっていきたいと思います。いろいろ言いましたが、実はとっても簡単で毎日とっても楽しいです。それではやっていきます。はい、楽しい。わかりますか、年中多肉は可愛いんですが、春の多肉はとびっきり可愛いです。冬に紅葉した多肉がお水を吸うことによってふっくら膨らみました。赤、肉肉です。もしくはピンク、肉肉。真冬の紅葉は若干冷めますが、それでも紅葉はまだまだ残っています。生きてるって感じです。春はぷっくらぷっくり、たまらなく可愛いです。この時期のインスタグラム等の SNS で上がってくる趣味家さん等の多肉はもうお見事お見事っていう感じです。毎日楽しみに見ています。ちょっと話が長くなりましたが、実際にお水をあげてみます。ではお水をあげていく準備をします。今バケツにお水を10リットル入れています。もちろんこのままあげても大丈夫なんですが、今回はこちらリキダスを入れていきます。リキダスは肥料ではなくて活力剤ですね。植物が丈夫に育ちます。後ろに希釈の倍率が書かれています。多肉植物はおそらくこちらのサボテンの倍率だと思われますので1000倍ですね。ではこちらの通りに薄めていきます。10リットルに対して10ミリリットル、キャップ半分ですね。これを入れます。ちょっとお酢のような匂いがします。ではリキダスを入れたら軽く混ぜて、ではジョロで揚げていきます。はい、春の水やりはたっぷりです。頭からも私はかけてしまいます。たっぷりこうです、こうですね、こうこうです、たっぷり、そしてこう、いやーこうですね、おいしいって言ってます。グビグビ飲んでますね。飲み足りないかもです。もっともっとあげます。ああ、おいしいって言ってますね。おいしいかもしれないです。あ、この子も言ってます。おいしいって言ってますね。隣の多肉が早くちょうだいって言ってます。ちょっと待ってね、順番に順番にあげます。いいですね、こうツヤツヤっとしますね。この子はお水を欲しがっている気がします。春にしっかり成長させてあげて、もっともっと綺麗にしてあげたいですね。どのくらいお水をあげているかというと、こうですね、頭にもかけて
周りにもたっぷりかけ、こうです、下からジャーッと出るぐらい、ジャーッと出てもしばらく揚げてます。このぐらい揚げます。そうするとこうずっしりと鉢の重さを感じることができます。ラパース×ロメオルビン、綺麗ですね。紅葉もしっかり残っています。一回お水をあげて持ってみてですね、少し軽いなと思ったら2回目です。春はこのぐらいたっぷりあげてください。成長期なのでぐいぐいお水を吸ってくれます。おかわりを喜んでますね。おー、かわいいですね。プリプリ、ツヤツヤプリプリです。ご自宅の多肉を置いている場所の気温、それが最高気温が20度前後ぐらい、最低気温は10度あると安心ですね。でも10度なくても1桁の後半あればものすごく安心です。晴れ間が3日以上続く時を狙ってあげてください。水やりをする時間帯は、春の水やりの場合は朝昼晩いつでも大丈夫です。もう多肉たちの喜ぶ声で賑やかです。春の水やり賑やか。水やりはジョロであげる場合と底面給水というやり方があります。今からちょっと底面給水をやっていきます。用意するものはこちら、トレーですね。穴が開いていないちょっと大きなトレーが使いやすいです。できれば深すぎないものがとても使いやすいと思います。こちらにお水を入れます。こちらも先ほどのお水なのでリキダスが入っています。こんな感じです。こちらにこの苗をトレーごとつけます。こうです。ゆっくり沈めます。することによって鉢の底からゆっくりたっぷりお水を吸ってくれます。時間にするとだいたい10分ぐらいで表面の土がこう濡れてしっかりお水が上がってきたことがわかります。成長期でしたら、10分から私は一晩ぐらいつけることもあります。一晩つけても全然大丈夫です。先ほどご覧いただいたこちらの苗は昨日底面給水をしました。一晩つけていましたが、もうプリップリになってくれています。だいたい3日後ぐらいには表面の土が乾いてきます。しっかり乾燥したらまたたっぷりお水をあげます。春の水やりは秋の水やりと同様、一度お水をたっぷりあげたら鉢の中の土がしっかり乾いたのを確認して2、3日待ってから次の水やりがおすすめです。ということで今回は春の水やりをやってきました。まだまだ冬の天気や気温になる日もあるので、週間天気予報を見ながら冬の水やりと春の水やりを使い分けてください。
春の多肉は春の百花に負けず劣らず美しきかな。はっ、これはまさに桜咲くその一方でエケベリア負けず劣らず美しきかな。いやー、春の水やり楽しいですね。楽しすぎて一首読んでしまいました。今日はこちらでやっていこうと思います。せーの、じゃん。カルピスソーダ至福の時間レモン。またカルピスソーダですね。カルピスソーダに心をわしづかみにされています。ただ至福の時間レモン、レモンから至福の時間をもらったことはないです。期待が高まりますね。そしてこのキャップの金、輝いてます。よく見るとここも金、ワクワクさせてくれますね。ちょっともうキャップが眩しすぎるんで、もう開けちゃいます。いただきます。うん、おいしい。カルピス本来の持つこの酸味とレモンの酸味、それが合わさり、お互いを高め合い、長所が長所を呼び、至福の時間がやってきました。カルピスの上品でエレガントな甘さにレモンのシャープな酸味が加わり、見事な味わいです。はっ、これはまさにラパス×デレッセーナ、エレガントです。そして爪先のシャープさ、ラパスとデレッセーナがお互いを高め合い、長所が長所を呼び、至福の時間です。皆さんの多肉が綺麗に育ちますように。